どうも、サーフゲームの肉のメガネです。本日はですね、6月中旬の常磐エリアサーフゲーム調査でございます。タコベイトで釣りたかったんですけどね、ちょっと厳しそうですね。ブレイクラインが遠い。沖に投げたい。手前の方にはいないんじゃないかなという感じ。今あれですね、潮止まりからの下げ、満潮です。満潮ということは、メタルジグ一択になっちゃいますね。だからあんまね、面白くないよね。もう毎回決まったルアー投げるっていうのが、違ったルアーで釣りたいなっていう気持ちはあるんですけど。今現場着いてエントリーして30分くらいかな。帰りたいなって思ってますね。帰りたいなーって、なんか全然こうやる気が起きない。YouTube やってなかったら帰ってる。
これが遠征じゃなくてよかったな。遠征だったら最悪。もういいかな。ちょっと飽きてきちゃったな。時間ぐらいかな。1時間やってちょっと飽きてきちゃったかな。はい、ということで、こちらのですね、ちょっとタコベイトを使った仕掛けをちょっとね、動画撮りたかったんですけれども、ちょっと地形があんま良くなかったっていうこともあり、ね、ちょっとこちらの方はまた別日にね、タコベイト動画あげようと思います。そんちゃん、まあ超過情報があんまり入ってないっていう感じなんですかね、まあ、釣れてもそげみたいなことで、本格的なっていうかね、その安定した超過っていうのはまだまだちょっとないような感じがしますね。そうですね。やっぱね、ちょっと見切りが私は早いので、あんまりこう、あ、地形良くないなって思ったら、割とすぐ帰っちゃう。今日も1時間ぐらいですね。1時間ぐらいやって、で、まあ、周りの人も見て、釣れてないようだったので、いっかっていう感じで、もう帰ってきちゃいました。ね、朝早く起きたのに。まあ別に、サーフにこだわらないんであれば、これは私常日頃から言ってますけどね、まあ、どっか堤防があるんだったら堤防から投げてもいいし、この前釣った?おっと、人が通る。この前釣った、マゴチ釣った、汽水域でやってもいいし、ということで、そうですね、ちょっとサーフはどうだろうな、いつ頃地形が良くなるんだろうな。でも、梅雨時期だからまた、ね、雨が降ると濁ったりなんだりってなっちゃうでしょう。ちょっとね、ちょっとダメですね。で、なんか漁港でイワシの大きいのが釣れてる、なんかイワシのサイズがね、なんか大きくなったみたいな話を聞いたんで、まあ別にね、サビキ釣りしてもいいし、あとはなんかね、最近はもう超過情報なんてみんななんかもうシーバスになっちゃってるのかな。まあ、シーバスはシーバスでいいと思うんですけどね。引き回って楽しいと思うんですけどね。ということで、まあ、6月中旬のサーフゲームは、まあ、安定の配送ということです。はい。